ボンジョルノトゥッティソーノリオジボンカッポダンノ、新年明けましておめでとうございます。2020年、今日は1月1日の元旦でございます。今日はね、ちょっとまあ、これはバローロじゃないや、あ、ドルチェットダルバかピエモンテの、ね、赤ワインを、まあ、食べ飲みながら、また料理に使いながら、まあ、料理作るときはね、やっぱりね、こうやって飲みながら作るのが一番いいですよ。そういうふうにやって、よいしょ、なかなかブショネでない。ブショネっていうのは、あの雑巾を絞ったような変な匂いがするワインで、あの、そういうのを掴まないように。今日のお題はですね、ボロネーゼ、大好きなボロネーゼスパゲで、ボロネーゼ、ボローニャ、イタリアのそのフィレンツェとミラノの中間ぐらいのところにある町の名物料理で、実際我々が、まあ、都内とか日本で食べているボロネーゼスパゲッティっていうのはほとんどが、まあ、トマトソース系、まあ、要はトマトが多い、そこにひき肉が細かくなんか散りばめられるものがいっぱい入っているとイメージしますけども、ボローニャのボロネーゼスパゲッティ、まあ、実はそのスパゲッティではなく本当はあのフェットチーネっていう幅広の麺を、しかもその生麺ですね。でそれプラス、あのソース自体が実はあんまりそのトマトソースしてないんですよ。トマトはごくわず、どっちかというと、お肉主体なんですよね。しかもそのゴロゴロのね、超粗挽きの、だから今日も用意したのは、まあ、こういうセットなんですよね。これ見るかな、牛と豚の合い挽きです。これあの包丁で叩いて、粗挽きにしてあります。で、このこっちの野菜の方はセロリと人参と玉ねぎを、全部同じ量でもう超細かく、まあ、そのチョッパーあればチョッパーでこう、あとはまあニンニクのね、これパウダー、まあ、これがまあ原材料になりまして、あとあのトマトピューレをね、まあ、さっき言ったようにちょびっと使うんですよ。まあ、あのトマト大好きな人はねドバッと使っちゃっていいですけど、まあ、こういうあのトマトピューレ、要するにそのトマトを凝縮して煮詰めた、これよく市販でスーパーで売ってますので、まあ、こういったものを使ってソースを作る。ではあと赤ワインか、ローリエなんかも赤ワインプラスローリエとかもこう煮込む過程で入れますとね、さらにまたその風味が増しますけどね。じゃあ作っていきますね。はい、じゃあ作っていきますね。まずまあ鍋ね用意します。これたまたまあのルグルーゼがあったルグルーゼですけども、何でもいいっすよ。で、この鍋に、まずは、オリーブオイルね。これ、まあちょっとこう、炒め用なんで、安いのでいいですね。こういうのドボドボっとこう入れますわね。結構多めにね。で、火にかけましょう。で、最初にやるのは、ニンニクですね。まあ大体こんな、これニンニクのパウダーなんですけど、もちろん普通の生ニンニクを潰して、入れてもいいです。で、その場合はちょっとこう、焦げないように気をつけてね。ニンニクの、味をオイルに移すっていうぐらいですね。で、そこにもももろにですね、さっきあのお用意した人参と玉ねぎと、セロリの細かくみじん切りしたやつをね、ここ入れちゃいます。で、まあまあよく炒めるわけです。まあボローニャっていう町はね、ほんといい町でね、まあ景色とかそういうのよりもなんつっても美食の宝庫なんですよ。とにかく食い物がうまい、はい、うまいです、全く美味しいです。まあこうやってこう炒めていきますね。まあこの後ちょっと長くなっちゃうんで倍速で皆さん見てください。まあしばらくこれでこう置いておきましょう。そこにですね、今度は豚肉とひき肉を入れるわけですけども、ちょっとこれがあのしんなりするぐらいまでちょっと先に炒めちゃいますね。ブルスケッタミックスっていうスパイスミックスなんですけど、ほぼほぼあのニンニク主体なんですね。まあトスカーナのフィレンツェっていうところね、ルネサンスの本拠地ですよね。そこで、食材店を営んでいるステファノ・コンティっていう僕の大親友がいるんですよ。で、その人が、まあ作らせて販売しているものなんですね。で、こういうものがあのいろんな種類イタリアの家庭ではあの使われてまして、まあ、それぞれそのお袋の味的なスパイスミックスになってるわけですよ。まあ、こういうの一つあるとすごく便利です。何にでも使えちゃいます。まあ、特にさ、ニンニク大好きな人はいいと思いますね。さっき言いましたけども、豚肉はこれバラ肉ですね。バラ肉。と、牛肉はね、ちょっとあの、いいあの牛肉を使いました。これあの、A4 ランクぐらいかな。の、まあ、ステーキ用のお肉ですけど、これはあの、包丁で、あの、ダブルチョッパーで、まあ、ぐんぐんぐんこう、切っちゃうわけですよ。そうすると粗挽きのお肉になります。日本のような細かい、細かいね、ひき肉じゃないんですよね。あの本物のボロネーゼってやつは。最近って本当にあのレトルトが多いじゃないですか。あれダメっすよ、レトルトって。まずあのレトルトシューっていうね、独特なレトルトの香りがするんですよ。あれがまずもう僕全然ダメで、
臭いっすよね。もう料理台無しです。それと長期保存するためにね、いろんなその化学合成の保存料が使われるんですよ。でこれが実は体に良くない。それを食べ続けていると、結局その死んでからも腐らないんですよね、体が。そういう体になっちゃいます。だから最近若い人がちょっとこう精神的に病んじゃったりとかするでしょ。あれってやっぱりそのコンビニのお弁当とか保存料が満載のものを食べ続けた結果だそうです。それぐらいに、よくありません。はい、はっきり言ってダメです。なんで、僕は化学調味料は一切使いたくない人なんで、必ずなんか食品を買うときは、何が使われているのかをチェックするんですよ。例えば、これで言うとさっきのトマトソースありましたよね。アルチェネロっていうメーカー、これは有機栽培のメーカーなんですけど、ほら有機トマト約8個分を裏ごし2倍濃縮ですよ。こういうその濃いトマトを使うと美味しいですね。それ開けたのがこれなんですけどね、見えるかな。でこれの裏側見てみましょうか。はい、ここに食品の裏側が出てます。ちゃんと名称有機トマトピューレ、原材料名有機トマト、内容量 600g ですね。はい、このように何にも他はないじゃないですか、保存料が。これポイントなんですよ。はい、煮込み始めて15分ぐらいですかね。蓋をしてね、で、こうやってくたくたになるまでこう野菜がねなくなるようなイメージです。そこまでこう煮込んであげるわけですよ。ここまで来たらね、もうトマトソースを入れましょう。このピューレですね、これが、トマトピューレです。これをドバドバッとこう入れちゃう。で今 100cc ぐらい入れたんですかね。こんな感じなんですよ。でこれさらにまた煮詰めていく。これでも結構ね、ボローニャ流のボロネーゼソースにしてはちょっと多いぐらいです。本当はもっと少ないですね。どっちかというとトマトソースというよりはボロネーゼっていうのは本当は肉ソースなんですよ。肉ソースのイメージです。お肉ソース、お肉をガツガツ食べる系ですね。肉好きにはもう最高にいいと思います。でこれでまたしばらくね煮詰めますので、ちょっと蓋をしてさらに10分ぐらいちょっと煮詰めますかね。で作った翌日がうまいですよ。もうカレーと一緒ですね。なんで作りたてはちょっとまだ味が染み渡ってない感じですね。はい、これもじゃあ10分また煮詰めます。今10分煮込んだところですね。蓋開けてみますとこういう感じです。ちょうどいい感じですよね、これね。このまま食べても美味しいと思いますけども、ちょっと一回ここで味見をしましょうか。これぐらいでもうほぼ完璧かな。うわ、これはもうねほぼ完璧です。1日置いて翌日に、フェットチーネ茹でて混ぜ合わせたら OK です。はい、ではですね、パスタ茹でていきますね。でこれは、パスタマンチーニのすごく美味しい遠いパスタ、スパゲットを 2.6mm 2.6 って、ね、多分日本では売ってないね。このね極太のパスタ、もしくはフェットチーネっていう平たい麺のやつがボロネーゼパスタには一番似合います。ってことで入れますね。でも茹でる時はパスタこう出すじゃない。大体これで2人前ぐらいあるわけですよ。これね一回ひねる、ギュッて鍋にパッとこうなる。であとはこう焦げないように気をつけながらね、火加減とか気をつけながらこう入れていくわけです。こうやってロングパスタで、これでね大体こう15分ぐらいだ。これねキッチンタイマーで15分、あとはピッてなるまで待つ。でこの後フライパンで、はい、トゥルーさん、じゃあねパスタほら茹で上がりました。もう 2.6mm はね長いのよ。これ標準で時間で15分だけど16分ぐらい出てます。こいつをね先ほどの作ったトマトソースに混ぜ合わせるわけ。ちょっと雑ですけど、はい、まずフライパンにこうやってね全部入れちゃいます。お肉ゴロゴロのボロネーゼね、これが本場のいわゆるボロネーゼスタイルですね。お肉の大体直径がね 5mm ぐらいあるかな、ちっちゃいの 3mm ぐらいかな。でこれを温めながらね、弱火で温めながらこのパスタをね、で場合によってはちょっと汁気が足んない人がいるかもしれない。そういう時は汁気を足してあげましょう。要は茹で汁を少しね混ぜればいい。僕は大体汁気はそんなに欲しないので、こんな風、これでほぼほぼ完成ですね。であ
最後お好みなんだけど、トマトソースの上にはやっぱりね、チーズのみじん切りじゃない、チーズのすりおろしたものがやっぱり似合います。なのでチーズはあらかじめこのようにすっておきますね。で、たくさんすっちゃった時は冷凍しておけばいいです。余っちゃって、これをお皿に盛り付けた後に振りかけてください。あとはまあお好みでタバスコをかけてもいいかな。まあタバスコはちょっとイタリア人的にはダメダメなんですけど、でも、もうこっからはもう冷えちゃうんですよ。あとは混ぜるだけです。水分が足んないと思う人はこのゆで汁をこぼし、まあ、お玉でトロッとさせると美味しい。はい、これがボロネーゼスタイルね。ちょっとこれトマト多めですよ、まだ。本当は向こうはもうちょっとトマトが少なめだから、色がもうちょっとその赤くない白く、でもこれでも十分美味しい。はい、以上、ではでは。チャオチャオ。じゃあ、いただきまーす。スパゲットーニ。2.6 ミリの本格ボロネーゼスパゲットかな。もう粉チーズいっぱいかけたし、絶対うまいと思うよ、これ。まあ何十回も作ってるけどね、本当にうまいんだよね。誰でも簡単にできちゃう。うわっ、うん、これはうまい。じゃあ今日はこの辺で、ドナーテチャオ。チャオチャオ。